キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今日は楽天です。はい。ねえ、うん、楽天ねピッチャー5人内野1人で重複で庄司くんね、はい、取ってね。いや9時なんか噂によるとロッテ対楽天は、うん、結構9時で競合してるっていう噂らしいですね。そうなの。まあね、はい、あの昔だったら服部長谷部とか長谷部投手もそうか、うん、でもそれは多分引いてるじゃん。はい、で平沢投手もあ平沢選手もそうだし、うんうんうん、あと佐々木朗希投手もそうだし、あと清宮、清宮、あ清宮選手でも清宮はねハムが取ったけども、うん、はい、平沢でしょ、はい、佐々木朗希、はい、早川、あそうだ早川投手もそうだ、そうあと藤原ね、あそうそうそうだ藤原、佐々木朗希、平沢がロッテ、あ3勝2敗だね。で早川、庄司が楽天、はい、で清宮は両方外すっていう、うん、まあその中でね、はい、1位庄司投手ね、うん、で2位が俺ねこのね、うん、詐欺の宮の駒子くんいいと思うんだよ、はい、これ、うん、なんか則本になる可能性あるよ。2位なのにみたいな、2位なのに1位みたいな感じになる可能性がある、はい、俺はねピッチャーと思う。なんかあの私この時スポナビの配信してて、うん、であのなんか井端さんがいて、うん、井端さんにじゃあ今までの指名で誰がなんか一番注目というかいいと思いますかって言ったら、うん、駒子投手って井端さんも言ってました。さすが井端さん、ほらやっぱり、はい、言ってました。でも私はイーグルスに引っ張られすぎ鷺の宮をわしの宮って言ってました。こらえるで、どうやってわしって言うの、わしの宮製作所鷺の宮だから引っ張られすぎでしょ。イーグルスわしなんで、うん、全然感じ違うから、まあ、全然ではないけどね、一緒に似てるんですよ、うん、似てるんですわしの宮って鷺の宮です、はい、で3位がね、はい、あの 旧三大から渡辺翔太投手、はい、で4位が伊藤真央投手、うん、東農大オホーツクね、はい、で5位が内野手、平龍也選手 NTT 西日本、はい、で6位が投手ね、林勇樹投手、西濃運輸ね、うん、これあれですよ、吉田恒成と甲子園であのツーランサヨナラ取りのピッチャーです、近江高校。そうなん、あとあれだよね、でも野手入んなかったんだよね、野手はまだいいの、その時の野手、野手入らなかったです、入らなかったんだよね、はい、来年のドラフトで入ってきます、うん、で、育成が辰巳、古賀、竹下、永田、はい、内野投手、投手内野、うん、台湾から来てんだよ永田選手。これもなんで来てるか俺知ってんの。え、そうなんですか、うん、そうだってもう楽天が台湾野球団買ってるじゃん、はい、でもその流れだよね。あ、そうなんだ。その流れの情報網の中で、はい、ダブリストアップして、だと思うんだよね。国立台湾体育運動大学というところから、辰巳、うん、ももうだから辰巳 N とか入れなきゃいけないね。そうですね、うん、漢字は違うけど読み方がね、うん、はい、辰巳だから本当だ、うん、じゃあ甲之助にするんじゃないですかこっちの人が。いやもうそれじゃ K 辰巳でいいや。そうか、いや辰巳ですか。まあ今回のね、はい、楽天はね、うん、もうメッセージ簡単に受けてみたね、はい、メッセージなんだか思います。もう投手を補充しますという見たまんまやねそういうのちゃうねん。え、じゃ即戦力ピッチャーをもう重点的に取りますという。いやもう見たまんまやねそれ。え、メッセージ込められてる、メッセージ、メッセージ、メッセージよ、メッセージ、メッセージ、メッセージ来たでしょ。メッセージ楽天から来ました。どういうメッセージが込められてたんですか。やっぱり今の投手陣はちょっとこう年齢層高くなってきてるから先発ローテーションがちょっと足りなくなってきたと、うん、長いメッセージやな一言だから投手を取るまんまやな、ね、この最大のメッセージは。え、最大のメッセージ、ちょっと先生わかるんですか。わかりますよ、簡単です。何、最大のメッセージ言っていいんですか、うん、よし、FA で森取りに行くぞ。意味わからないの。キャッチャー取ってないんで、よし、森を取ろう。え、そういうメッセージでした。全然違う違うじゃん全然違う、そんなメッセージ込められてないよ、はい、全然、はい、何ですかこのメッセージは、はい、もう楽天からの、うん、来年優勝しますっていう、おお、メッセージ、はい、そういうメッセージですか。そういうのよ、ドラフト分析しちゃいましたよ。来年、はい、勝負かけてますと、うん、もう、はい、身体かけますっていう西井監督のメッセージですよ、はい、うん、これはね、うん、3年前の日本ハムのドラフトとよく似てます、はい、栗山さんのだから、あの時もね、川野、の盾のね、うん、とか、うん、あの生ためだったっけね、生ため、うん、とか、うん、鈴木とかね、はい、の時のもう
社会人代筆ばっかり取って同じ感じだ同じなのよ、はい、もうさすがに石井監督も、うん、はい、来年 B クラスだったらやばいと、うん、ファンの声もそうだし、うん、今までのね監督の流れもそうだし、うん、絶対勝てなきゃいけない、うん、でしかもね、袴田さんさっき言ったようにマー君、うん、岸ともにもう下降線たどってる選手たちがチームの核にいるけども、はい、もうどこまでできるかも年齢との勝負になってくる、もうここが変がまだ元気で動けるうちに優勝しないと、この波が去ったらもう暗黒時代行っちゃうよと、はい、ってなった時にもうどうにかしなきゃいけないギリギリの最終ラインや、うん、もうそんな育成言ってらんないぞと、はい、本当は去年のドラフト高校生結構多く取ってこの戦力でいやいや勝てる勝てると別にそんなドラフトに頼らなくなってねこう育成でいいんやと上昇軍団行くよと今 FA 取ってきてるよとマー君帰ってきたよとね2年目やから1年目の経験でね馴染んできてるよとはい優勝しますよって言ったらおお1位よかった貯金18一気になくなるみたいな、あ、いやこれやばいと思ってたのと違うと今年優勝できるはずだったのにとまさかの優勝できなくてしかも B クラスで4位やとそんな2年連続 B クラスになったら俺の身体もやばいぞと楽天球団もやばいぞと、はい、もうマー君たちも年やないかと、うん、最後の勝負やうーん育成無理みたいな流れですおーでも本当にそんな感じですねそうだからもうこれでどうにかするしかないのよ、はい、庄司ねこの駒子がローテーション入っていきながらね、うん、この渡辺そして伊藤で林こういったところがね含めて、まあ、5番手6番手の先発候補も含めながらリリーフ、はい、どこまで踏ん張れるか左も取ってる右も取ってるねっていうところで、はい、全員でなんとか戦力アップして、うん、もう来年勝たないとやばいです勝負に出ますっていうドラフト高卒一人もいないですからねだからそんなもう未来のこと言ってればそんな余裕なくなったのよ、うん、はい、そ去年そういう見通しで今年勝てると思ってたのよ、はい、だからああいうねドラフトになったわけ、うん、別に俺はそれは悪くない、うん、いい感じかなと思って、うん、はい、蓋を開けてみたらいないわけよ、うん、ピッチャー陣が、はい、ね、涌井もどんどん年齢になってきてローテーションを守るのも厳しい、うん、マー君はもう10勝10敗のピッチャーになっちゃったのかっていうね、うん、来年それを払拭できるのか岸もね頑張ったけども、うん、ここから年いくからね、うん、どこまでローテーション守れるか分かんない、うん、その中で滝中10勝10勝で2年目いけると思ったら2年目落ち込むみたいなね、はい、ねえ、うん、早川投手もちょっと分からまでねそうそう手術もね、うん、もうあるっていうし則本投手ぐらいですよなんかこうまだちょっと、うん、でもそれがまた15とかいけるわけじゃないじゃんそうですねってなった時に起爆剤がいるよっていう、はい、もう勝負かけだよっていうみんなローテーション入ってくれるからもうなんとかやってもこの今のもうね、はい、まだ元気なうちに勝負かけないとっていうね、うん、はい、これはもう目先優勝ドラフトです伝わってきますねだからこれが成功するこれがもしね、はい、失敗した場合、はい、ちょっと日本ハムのように、はい、ドドドドって崩れていく可能性ある補いきれなかった、はい、来年もう今日と今回取った人たちが本当に活躍すればガ、うん、ーっていく、ね、そうそうだからここのね庄司とか駒子とかが、はい、新人王レースにね取るか取らないか別として新人王レースに出てきてね、はい、あ新人王あるかもみたいな活躍しつつとね、はい、押し上げれるからね、はい、いい形になるけども、うん、だから石井監督が身体かけて大勝負、はい、でその中でね、うん、この、平選手ね、はい、内野手っていうところでね、うん、まあなんか茂木がもう一回ショートで勝負したいっていうね、うん、ところになったら右じゃん右がね、はい、いないじゃんそうなんですよね。だからここで取ったっていうのはね、うん、正直良かったかなと。はい、でね、内田辰巳っていうところがね、岩見ね、ところがね、うん、戦力外になって、はい、まあ入れ替えっていうところもあるけども、うん、まあこのね、右を押さえといたのは良かったね。そうですね。うん、だから、はい、もう来年勝負かけますっていうドラフトで、はいね、これだからもう本当にね、大爆地、吉と出るか京都出るか、はい、これは本当に日本ハムみたいにババってなってたら、うん、チームがドドーなる可能性あるから、うん、その代わりみんな頑張ったらドーン行く可能性あるから、はい、命運かかってるねそうですね、来年こそはという感じですね石井和久さんと、うん、ね、楽天の命運がかかってる、はい、あとまあちょっと外国人もどうかなってところありますよねいや外国人も本当ろくなのいないからね、野手ねピッチャーはね、ソン・ブセニッツとか、はい、まあまあ頑張ってるけど、はい、え、何その顔、ろくなの言いますかいや、何も言いません。最近ギッテンス選手が1から10を日本語で言えるようになったっていう動画上がってて、あ、日本に馴染んできてるなって今期待してるところです。うん。まあ頑張ってほしいですね。日本で頑張ろうと思いがね、あるんだなって。うん。もう契約すんの？来年もギッテンス。あ、でも秋季練習やってるってことはそうなのか、うん、じゃないのかな、じゃあ2年契約なのかな、まあ分かんないけどね、思ってるんですけど、うんうん、まあそこら辺の活躍もね、はい、やっぱ必須になってくるよね、そうですね、うんうん、まあ本当にね、勝負がけの1年、はい、
どうなるのかね、うん、1年後の通信簿が楽しみですね。楽しみです。はい。